で初日12レースドリームレースをしてられます、神奈川の北井選手です。お願いします。お願いします、まあ、今回ファン投票9位ということでドリームレースをしてられますけども、まあ、普段からお客様に貢献している北井選手ならではの順位かなと僕は思うんですけども、実際9位を受けてどうでしょうか。もう本当にあの普段のレースを見てくださっての、多くのお客様に投票していただけたと思うのでありがたいです。でも一層一層やっぱお客様のためにっていうのはやっぱ主義にはありますか、ね、そうですね、はい、もうこう自分の走りをした中で、お客様に、納得していただけるレースができればというふうに思ってます。まあ、今回そこで地元戦ということになりますけども意気込みはどうでしょうか。はい、地元ということで、もちろんいつも以上に声援も多いと思いますし、自分自身の中でも力が入るので、やっぱり地元は特別かなと思います。ドリームレースなんですけども、深谷選手と難関の2人ですけども、並びはどうなりますでしょうか。はい、僕は先頭で、深谷さんが番手で、難関の2人で頑張ります。4戦、駒切れ戦になりますけども、その辺のイメージはどうですか。はい、もう前走る選手がもうしっかり力ある選手が揃っているので、仕掛けどころっていうのをしっかり見極めて積極的に走りたいなと思います。わかりました、はい、では、最後に意気込みとファンの方へメッセージよろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。今回地元オールスターでファンの皆様にたくさん投票いただけて、ドリームレース走れる機会を作っていただきました。シリーズ通して自分らしい走りで、結果も内容も伴うような走りしたいと思います。応援よろしくお願いいたします。